どうも皆さん。じゃがいもです。マリサだぜ。今回は、ワールド10日グリッチのやり方をご紹介します。これを使えば、トライアルチャンバーなどを簡単に見つけることができるようになる。鉱石なども探しやすくなりますよ。では、早速やり方を解説したいと思います。早速解説解説。まず、必要素材を確認しましょう。特にレアなアイテムはないよ。非常に低コスト。雪ブロックはシルクタッチのついたシャベルか、キストンで集めましょう。ジャバ版はキストンで集められないので注意。今回の10日グリッチはどこでも行える。地上でも地下でもエンドでもネザーでも行えます。好きな場所で行いましょう。んじゃ、早速やっていきます。まず、地面を2マス下に掘ります。穴の中にハーフブロックを設置する。動画のようにブロックを2個撤去します。そして、動画のようにキストンを設置しよう。キストンに向かって不透過ブロックを設置します。キストンの上にレバーを設置。このままだと暗くて見づらいので、暗視のポーションを飲むことをおすすめします。レバーをオンにしよう。この状態で、不透過ブロックの上に積雪を設置すると、ワールドが透けます。このグリッチは統合版だけでなく、Java 版でも使える。Java 版はリプレイモッドを使えば良いですけどね。スペクテーターモードなどを使わずサバイバルでできるのがこのグリッチの利点です。このグリッチを使えば、鉱石やエンド要塞などを探しやすくなる。1.21 以降なら、トライアルチャンバーも探すことができます。ほら、見づらいけどあれです。銅ブロックが目印。トライアルチャンバーは地図の位置よりずれてる場合が多くて、なかなか見つからないんだよな。掘っても掘っても見つからないんです。経験談。このグリッチを使って、存在を知れるだけでもだいぶ違う。なかなか地下の探し物が見つからないという方は試してみてください。結構便利ですよ。ちなみにしゃがんだりすると透過が無効になってしまうので、立ったままでいてね。しゃがむと窒息ダメージを受けます。その場合は不透過ブロックを撤去すれば OK です。せっかくトライアルチャンバーを見つけたので、次回はトライアルチャンバー関連のトラップを作ろうかなって考えています。トラップに適したトライアルチャンバーを探してこないといけないな。短いけど今回の動画はここまでにしたいと思います。他にもマイクラの動画をいろいろ投稿していますので、よければぜひお願いします。動画投稿の励みになります。明日を生きる活力になる。最近ディスコードサーバーを開設したのでよければお気軽に参加してね。フレンド募集や質問などもできるよ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. See you next time. またね。